増井同窓会神崎から同窓会の手紙が届いた正直あいつがと思った神崎は小学校の頃仲が良かった友達だけれど同窓会を主催するようなタイプではないどちらかというと物静かな秀才タイプというかそして この同窓会の手紙がこれまた変わっていた。多少の危険を伴うのを、人がわなければ、ぜひ来てくれ。という、謎の注意書き。そして場所は、神崎委員となっていた。病院で同窓会神崎が開業医として医者をやっていることは知っていたが、 自分の病院で同窓会をやろうというのだろうか。まあでも、小学校の頃の友達に会うのは楽しみなので、俺は日付と時間通りに神崎院に向かった。時間ちょうどに来るつもりだったが、だいぶ早い時間に着いた。入ろうかどうか迷ったが、早すぎたら準備の手伝いでもすればいい。そう思って俺は、 委員のチャイムを押した。出迎えてくれたのはなんと神崎の奥さんだったあいつ結婚してたのか神崎の奥さんに同窓会の手紙を渡す吉田様ですねようこそいらっしゃいましたどうぞ中へと促されて中に入る決して派手さはないが まさかあいつ、この奥さんを自慢したくて、ここで同窓会をすることにしたんじゃないだろうな。そう思いながらついていくと、奥さんは俺を実験室と書かれた部屋に案内した。病院に実験室中には、特に宴会の準備などがされているわけではなく、ベッドが並んでいるだけだった。 あの、神崎は神崎は、すでに中で待っています。そう言うと、神崎の奥さんは、何やら注射針のようなものを取り出した。中ではい。これから吉田様を、同窓会会場へとご案内しますが、よろしいでしょうかはあ。 では、少しの間、お眠りいただきます。そう言いながら奥さんが、俺の腕をアルコールのついた脱脂綿でこすった。あ、あの、えやめておかれますか。神崎も皆様にお会いできるのを楽しみにしておりますが。あ、はあ、じゃあ。 俺がそう言うと神崎の奥さんは俺の腕に注射針を刺した途端ひどい睡魔に似た灯水管が襲ってきて俺は暗闇に落ちた気がつくと俺は校庭に立っていたここは俺たちが通っていた小学校の校庭だそしてその 校長先生が全校朝礼の時に立って話す金属の台の上に神崎が立っていた「いやあよく来たなよし」「神崎?」お前あんな怪しい招待状でよくやってきたなそれに眠らされると聞いてよく帰らなかったねさすがだよ昔から無鉄砲なところがあったからなお前はうるせえ ていうか何なんだよこれ俺瞬間移動でもしたわけいいやここは実際の小学校じゃないまあ一種の電脳世界だ俺は脳神経を専門に研究していてねわかりやすく言えばヨッシーに俺が作った電脳世界にダイブしてもらったのさ全然わかんねえんだけどはは <laughs> まあ、つまり、俺たちは今、記憶の中にいるのさ。俺とお前が作り出した、記憶の中の小学校にな。記憶の中の学校そう言われて、学校の外を見ると、遠くの方が、なんだか薄ぼんやりとしていて、おぼろけな景色になっていた。確かに、ここが現実世界じゃないというのは本当らしい。ここは、 作られた世界ってことか。そう。基礎はね。細かい部分は俺たちの記憶によって保管されている。お前がここに来てくれたことで、より世界が鮮明になったよ。正直俺、小学校の記憶って結構曖昧でさ。箱は何とか作ったけど、中身まではちょっとね。お前の記憶も共有してもらうことで、よりこの懐かしい世界がクリアになった。 そう神崎が説明をしているとき、もう一人の人間がこの世界にやってきた。それはサトルだった。え、なんだこりゃ。あれ、よしー。に、神崎じゃん。サトルが俺たちを見て言う。よく来たな、サトル。神崎が俺にしたのと全く同じ説明をサトルにした。なるほど。 記憶を共有しているというのは本当らしい。サトルが来たことで、この世界がよりクリアになったような気がする。さてっと、もう時間が過ぎたな。さすがにあんな怪しい招待状でやってきたのは、お前たちくらいのもんらしいな。それとも、注射針で眠らされそうになって帰ったか。ま、それが普通だろうな。 そう俺が言うと、神崎はまた笑った。さあ、同窓会を始めようじゃないか。俺たち3人は、小学校の中に入り、いろいろなところを見て回った。教室、体育館、音楽室、図工室、理科室。その、どれもが懐かしい。自分では覚えていない部分も、 他の誰かが覚えているようで鮮明に世界が再現されている。だが、大人の俺が座ってもしっくりくる机や椅子の大きさはどうしたことだろう机と椅子ってこんなでかかったっけこれじゃ小学生座れなくねそう俺が疑問を口にすると神崎は、大きさも当時の俺たち目線の大きさが再現されているのさ。 もちろん本来はもっと小さいけどねなるほどよくできているしかし誰も覚えていない場所もあってそんな場所は白いもやがかかっていたここって何があったっけいやーあここって図書室じゃんかあそうだ 俺結構てたたのに、なんんで忘れたんだろう。神崎がそう言うとそこに図書室が現れたふわ懐かしい走り回ってよく怒られたっけな悟は先生にすぐ怒られるキャラだったからなヨッシーだってそうだろう。神崎はそんなことなかったけどな俺は昔から秀才だったから あ、お前、美人な奥さんをもらったからっていい気になるなよ。そんなたわいもない会話をしていると、神崎が、屋上に行ってみないか、と誘った。屋上からは、学校外の景色がよく見える。しかし、ところどころやはり穴ぼこのようにもやかかかっているところがある。あそこってなんだっけ 森さんちの畑じゃんあの子んち金持ちだったから、でっかい家あったっしょ、あそこに。ああ、そうだそうだ。そんな会話をしていくたびに、ポンポンと正しい景色が保管されていく。屋上からの景色が全て保管された。あれでも屋上って立ち入り禁止だったよな。 なんでこの景色こんなに覚えてるんだろう覚えてないか卒業式の日にさ、先生が最初で最後、思い出作りに屋上に入らせてくれたんだよ。ああ、そうだったな。集合写真撮ったっけそう。それで、俺たち約束したんだぜ。何を 一緒に大人になろうってな。そんな約束したか全然覚えてねえ。そうか。神崎はそう言うと、俺と悟の方を向いた。さて、そろそろ同窓会は終わりだ。なんだ、もう終わりかよ。あまり長くこの世界にいると、 お前たちの脳が疲れてしまうからな。うーん。よし。じゃあ現実世界に戻ったら改めて飲もうぜ。二次会だ。おう、いいぜ。神崎は一人黙って、俺たちのことを見つめている。どうした、神崎。なんか都合悪いかなあ、よし、悟。今日は、 来ててくれてありがとななんだよ改まってこっちこそありがとな楽しかったぜそうかそれはよかった屋上から見える遠い山に夕日が落ちていく屋上全体が夕日色に輝きなんだか視界がぼんやりとしてきた 気がつくと、俺はベッドの上に寝ていた。隣のベッドでは、サトルが横になっている。サトルも目を覚ました。よ、よし。おう。ああ、よく寝た。あれ神崎はどこにいるんだろう。そういえば、その時、 神崎の奥さんが部屋に入ってきた。あ、奥さん。楽しんでいただけましたかええ。それで、その、神崎は、俺がそう言うと、神崎の奥さんは、節目がちにこう言った。主人は、一年前に他界いたしました。